誕生日祝い感謝いたします。まさかあなたとリマさんからケーキをいただけるとは思いませんでしたね。ねねかちゃんは私の夢を叶えてくれた恩人ですもの。これくらい当然だわ。彼も彼でお礼がしたかったみたいだし。情けは人のためならずといったところですか。そういえばあなたにも計算や常識を教えていた時期がありましたね。どれも私の都合でやったことですが、謝意については受け取っておきます。日頃の行いのせいか、こうして感謝される機会は限られていますので。壁を絵で埋め尽くす行為に合理的な理由は見出せませんが、ギルド間の信頼関係が強まるなら悪くない施策とも考えられますね。そうそう、難しく考えちゃダメ。みんなで楽しく絵を描いて素敵な思い出になれば十分よ。良い思考ですね。敬うべき相手を忘れず、恩を忘れず、懸賞を祝う宴を開く。礼節をわきまえた人間は好きですよ。しかし一時には赤子同然だったあなたがここまで成長したこと、とても喜ばしく思います。ただそうですね、好意に預かるばかりというのも性に合いませんし、何かご褒美をあげましょう。焦って決めずとも構いません。今日は一日、私が飽きるまであなたに付き合ってもらう予定ですから。期待していますよ。こんにちは。あなたが私を呼び出すなんて珍しいですね。それで何事ですか？理由によってはあなたに人とのコミュニケーションについて教育が必要になりますが。誰のですか？私の？よくわかりましたね。褒めてあげます。それでどう私の誕生日を祝うのですか？まさか言葉だけで終わらせるつもりではありませんよね。これはプレゼントですか？ちゃんと用意していたんですね。初めて会った頃よりも着実に成長しているようで何よりです。中身よりもあなたの気持ちに私は喜びを感じていますよ。大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。